引き続き行方不明機のニュースです。お伝えしたように昨日未明に消息を絶った旅客機の行方は依然として分かっていません。行方が分からなくなっているのはノースアジア航空からの大型旅客機で、成田を離陸後周囲のアンカレスに向かう太平洋上で消息を絶ちました。関係省庁では何らかの事故にあった可能性があります。Thank you.
はあ、はあ、と、そこ覚悟また現れなさったのか。もしそこのお方、ご様子から察するに異邦より参られたお方かと存じます。この先に落ちたあの空飛ぶ船、ご無事だったのはあなた様だけの様子、なんともおいたわしい。今ではもう名前をなくしたもの、ただの老いぼれにすみません。いや、そんなことより、悪いことは申しません。直ちにここをお立ちなさい。あなた様は異邦人、この地では特別な力を持つお方。空飛ぶ船が落ちたのを見て、よからぬ者が追っ手を差し向けたはず。あなた様のように素晴らしい方を強欲者に渡すわけには参りません。案内は私がいたします。ともかく北へ北へと逃れなさい。悪いようには
たしません。ご覧になれますかな。あれはすべて異邦から降ったもの。はるか昔、大いなる者が神の座を脅かしたことがございました。企ては失敗に終わったものの、集められた力は爪痕を残し、こうして世界に入った風穴として異邦に通じておるのでございます。もっとも悪いことばかりではございません。こうしていろいろなものが降ってくれば貧しい者たちには恵みとなりますし。こうやってお前を見つけられたんじゃからの。
一行十年を待っておった。しかし、肉のお前に用はない。黙って魔物の餌になれ。残りも一気に片付ける。そこのあなた、手を貸して。
魂。黙れ。そのまま立ち去りなさい。また現れたら消し飛ばしてやる。恐ろしく武田けし娘。まあよいわ。わしのプリティ。大丈夫？間に合ってよかった。お礼はいらないわ。異邦人ギルドの団員として当然のことをしたまでなんだから。私は月貞リウ。よかったらリウと呼んで。それであなたは？うん、これからよろしくね。私もあなたと同じこの世界に迷い込んだ異邦人を。他にも話すことは山ほどあるけど、まずは外に出ましょう。さっきのあいつがまた魔物を連れて戻ってきたらまずいし。わからないけど、ここではいろいろなことが起きるの。本当に向こうでは想像もしなかった不思議なことがいろいろと。出口は西にある。行きましょう。ごめん。
Thank you.
ここが町へ通じる道。外に出てしまえばもう まさかこんなところに決闘士が。後で話す。やられないように気をつけて。これが準決勝。決闘士たちの命の源。この準決勝を奪わない限り、彼らは何度でも蘇ってくる。そうね、試してみるか。ねえ、準決勝を拾ってみて。やっぱりあなたを見たとき予感がしたのよ。準決勝があなたを受け入れたのよ。これを扱えるのはごく一部の異邦人だけ。こっちの人たちは選ばれし者なんて呼ぶぐらいよ。でしょ。行きましょう。この先は私が案内する。あなたの来訪を歓迎するわ。ようこそ剣の道エスカリオン。